あなたは偽りの自分を一人で演じていませんか？自分と一緒に本当の他人を演じてみませんか？子供アニメ声優教室。子供アニメ声優教室、好きこそものの上手なれ。この時間は子供アニメ声優教室の DJ 愛理、中学1年生がお届けします。本日のゲストはアスカ中2です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近気温差が、めちゃめちゃ変わってますけど、なんか工夫とかしてますか？いやー、マシできてなくて結構体調が変わっちゃったりとかして。それでは本日のトークテーマはヒットするアニメ企画です。わーい、パチパチ。これはアスカさんはアニメが好きということで。そうですね。今ヒットしそうなアニメを考えます。あ、まあ、うん、いろいろとまあアニメとか見てるので、ある程度なんかこういう系とかだったら案外人気、まあ、出てくれないかなっていうのがとかあるけど、まあいろいろとりあえず考えていきました。それでは1個目の質問、最近周りで流行っているアニメはありますか？そうですね、なんか、まあ、ちょっとなんかあまし、まあなんか知らないものもあるかもしれませんけど、最近よく聞くのは、まあなんか、怪獣8号とかウィンドブレイカーっていうバトル系のアニメとか、転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極め、まあちょっと長いけど、あと、じいさんばあさん若返るっていうやつとか、まあなんか、ちょっと日常系かな、まあまあまあ、そういう、日常系にまあ近い感じのアニメとかが結構最近人気かなと思います。おお。では次、アスカさんがアニメを作るならどんなジャンルのアニメにしますか？はい、私が作るジャンルだったら、今のさっき言ったあの周りで流行ってるやつとかもいろいろと考えた上で、なんか異世界系の日常バトルアニメです。さっきの属性はなかなか盛り込んでみたいな感じですけど。それでは次の質問、舞台設定やあらすじを教えてください。はい、まあなんか、まあ、5つぐらいに勢力が分かれてる世界で、なんか一番、まあなんかいろいろとなんか種族とか治安とかが結構差が激しい、まあ例えば気候とか、そういう、まあ今の、まあ地球で例えるとアジア、ヨーロッパ、まあまあそういう感じ、まあアメリカとかなんかああいう感じで勢力がある感じの世界です。ああ、すごい。次の質問、主役と登場人物のキャラを教えてください。はい、主人公がまあ、基本まあ今、まあこれから言うキャラクター3人とも同学、まあ同じぐらいの子なんですけど、まあ16歳の男の子で、まあ、ちょ結構こだわりすぎてちょっとあの名前まで決めちゃったんですけど、アルセプラフリア、まあアルセ君って呼びます。まあアルセ君で、まあなんか研究の大好きな、まあなんか理系的な理系の少年で、まあよく研究所とかにこもってる感じの男の子と、もう2人目がそのアルセ君の小さい頃からの幼なじみのアリル・マーキュリーちゃんっていう、まあ、マーキュリーってこれあの海外の言葉でまあ水銀って意味やったりする、まあ、ちょっと理系を過ぎちゃうんですけど、時々まあ研究所に行って化学品あげたりしてるみたい。でアルセ君も一応ヒ素っていう元素を使ったりとか、まあ、名前に多少由来入れてますね。あともう一人ライバルの男の子的なのを作ったんですけど、まあ、その子はね、ちょっと、アリルちゃんとアルセ君は、同じ学校なんですけど、この子違くて、
まあ、この子はあのアリルちゃんのことが好きで、まあ、アリルとよくいるアルセ君には敵対し、まあ、嫉妬的なのがあったりする。あ、ちょっとこの子の名前言ってなかった。アコニキシント君っていう、まあ、2つほど毒物の名前入れたりとか、まあ、ちょっと科学的になりました。では、次。そのキャラクターのビジュアルは決まってますか？決まってれば教えてください。まあ、アルセ君は、まあ、なんか、白髪で、青目の男の子。まあ、イメージとしては、五条悟みたいな感じ。五条悟のなんかは、ちょっと、あんなイケメンではないけど、まあ、五条悟の普通顔ぐらいの感じで。では、アリルちゃんが、まあ、メガネをかけてる、清楚系の女の子みたいな。まあ、ちょっとセーラー服とか似合いそうだな、みたいな感じの女の子。で、アコニックンが、金髪で、緑目のなんか、いつもなんか、ちょっと高そうななんかアクセサリーとか着てる、つけてる。あ、なんか、あ、お坊ちゃまタイプかなみたいな感じ。キャスティング声優は決まってますか？はい。ですね。まず、アルセくんが、伊勢マリアさんっていう、まあ、わかりやすくて言うと、ハンターハンターのキルヤとかわかるかな、どうだろう。ああ、なんか聞いたことあります。まあ、なんか、ショタっぽい感じの、なんか、まあ、まあ、この子も少年だから、そんな感じの、ちょっと低めの感じの子で。で、アリルちゃん、あ、また、男の子が高めか、そうか。アリルちゃんは、高橋理恵さんって、まあ、な、からかい、まあ、高橋理恵さん、あれ確かあれアイドルの星の愛だっけ、ってアイドルの星の愛ちゃんの声優さんだったはず。確か間違ってたら、あ、よかった、合ってた。アイドルの星の愛ちゃんの声優さんの高橋理恵さんってことで、アコニくんが内田優馬さんっていう、最近だとそうだな、ブルーロックの見かけレオくんっていう子とか、まあ、いろいろ最近アニメとかで大活躍している人気声優さんです。かな、まあ、そんな感じかな。さっきなんか科学の話って言ってて、勢力が分かれてるっていう話がありましたけど、話はどのように展開していきますか？そうですね。まあ、まず、まあ、基本的にはまあなんかみんなでわちゃわちゃってしながら、まあなんか新しい化学品作ったるでみたいな感じで研究したりとかして、途中は失敗したりして、まああと他に、まあ、なんかこれ作ってくださいって言われたものあいよーみたいな感じで作ってあげるみたいな感じ。なんか一種のなんか部活的な感じかもしれない。それぐらいのテンションかな。では最後に、はい、最後にそのアニメのタイトルはありますか？はい、理系少年の研究所っていうタイトルをつけました。まあそのままですね。結構そのまま、まあなんかそのまとめるんだったらこんな感じなのかなって感じで作った。まあヒットするかはともかく、私のなんか好きな感じの、なんかちょっと日常っぽい感じの作れるのかなって作ってます。あ、マジバトル要素ないね。ちょっと、いや、やっぱ日常アニメに変更しようかな、ちょっと。ちょ変更が入りましたけども、まあ、楽しい作品にはできるのかな、きっと。それでは皆さん、さよなら。さよなら。好奇心は夢を作ります。夢を持つと情熱が湧きます。情熱があれば挑戦できます。挑戦は感動を与えます。子供アニメ声優教室